全く知らねえけど。まあ、俺は思うんです。俺に情を与えないのは、多分陽平のサプライズなんだろうなと思って。そういうことで陽平が仕事しないとかそういう意味じゃないんだよ。多分俺の大事なサプライズなんだろう。俺はそうやって思うことをしてます。知ってるんだろう。あ、逆に言うと親方が陽平に伝えてないっていうところかな。親方が悪いことでしょ。俺が悪いと言えるの、まあ、そうしよう。そうしよう。いや、俺もでもね、紹介対番だから大体さ、いや、ギャギャうるさい。ギャギャうるさい。会話なんて。ギャギャうるさい。ライブハウスのブッキングマネージャー、悪くない。悪くない。うん、俺もずっとやってたからわかるけど、悪くない。忙しいんだよ。忘れることだってあるんだよ。だから俺怒りません。明日どうなってるのかなっていうラインをこそって送るだけ。どの飯なんて言うんだろうな。俺はこうやってライブをずっとやり続ける理由といえば、こうやって出会えることでしょう。それだけなんですよ。今日みんなかっこよかったよ。ほとりかっこよかったよ。Thank you.
一つもお前の歌安いビールで語り合ったのと時には笑い嘆き固くんで歩いてこのままでいいよもう歩けないから朝待たれていてくれば君の声は立ち止まれない日々に僕らは帰られてゆくのかいつまでも胸に聞こえている君の声は月の旬を変えています。ここはそういえばたぬき構図だったけど全部すすきのだと思ってます。ありがとI'm sorry, man.
ー